今回はですね、ウィグラーやっていきたいと思います。ウィグラーですね。はい、今ですね、ここに1枚のね、カードがあるんですけども、このカードをですね、揺らすみたいな形をですね、ちょっとやってみたいと思います。通常やらす場合ですと、まあすごい極端な話ですよ、この位置を一個一個こう変えてって、こうやったりとかしなきゃいけないというね、結構複雑なことをやらなきゃいけないですね。これをまあこうなんていうか一個一個打たなきゃいけない。でもですね、アフターエフェクスですね、ウィグラーという機能がありまして、その機能を使うことでですね、結構こう効率的に、ランダムのキーフレームを打つことができます。じゃあね、ちょっと紹介していきたいんですけども、その前にですね、ちょっとせっかくですから新規のですね、平面、はい、ここでですね、ちょっと背景のアレンジの仕方やりたいと思います。今ちょっとね、手前に来てるんですけども、ただ単にね、ホワイト平面とか単色引くとね、なんか味気ないんで、ここでね、エフェクトの方から、はい、描画グラデーションですね、これよく使います。背景でちょっとデコレーション使うんですけども、通常だとこういう風に下から上に向かって白黒みたいな感じになっちゃってね、本当このグラデーションってこの機能かみたいな感じに思っちゃうんですけども、実はですね、ここ放射状というのを使ってやるとこういう風になるんですね。なんでここの中心点をね、真ん中に持ってっちゃって、まあ色もちょっと変えましょう。なんか黒だとあれなんで、ちょっとっぽい、はい、こんなような感じにしてあげて、まあ、あとはね、範囲とかいろいろと白と黒の範囲をね、ずらすことに、こうやってグラデーションをね、作ることができます。まあそうするとね、なんか味気なくなったのが少しドレスアップされたかなっていう感じで、これね、使ってグラデーションとかね、使ってデコレーションしてみてはいかがでしょうか。さあ、じゃあね、ちょっとやっていきたいと思います。まずウィグラーね、ちょっと初歩的なところいきます。初歩的なで、ウィグラの機能は、あれなんですよ。ランダムのキーフレームを作るっていう形で、揺れ文字を作るとかっていうことの専用の用語じゃないです。まあ、ウィグルって言って、こう揺れたりとかね、そういうようなランダムな揺れを作るっていうことなんで、まあ、揺れ以外にもランダムにこう大きさ変えたりとか、そんなこともできたりします。じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。さあ、まず、ウィンドウからですね、ウィグラーっていうのを出してください。はい。ポチッとしますと、右にウィグラーパレットが表示されました。はい、このパレットね、ここに右下にあるんですけども、ここのパレットを出して操作します。じゃあまずですね、ちょっと位置をね、決めます。1。そして、何秒間にしようかな。これ4秒間ぐらいだったのかな。4秒間かけて、キーフレームをやるんですけども、ウィグラーは基本的に移動させなくてもキーフレームが2つあれば作ることができるんですね。なんで静止したキーフレームを作る必要があります。通常だとこう動かしましたよね、 A から B っていうので動かしてこうやったっていうのがあるんですけども、わざわざ動かさなくてもここにね、ある空打ち、現時点でキーフレームを加えるっていうのがあると、同じ場所で2つキーフレームを作ることができます。まあ場所に限らずスケールとかも使えるんですけども、同じね、はい、押します。そうするとキーフレームは2つ作りました。でもこれ別に動かないです。動いてないけど2つキーフレームを作るという、今後ウィグラーとかね、結構いろんなモーション細かくなっていくと、こういう技をね、使わなきゃいけないので、ちょっとね、この普通にただ単に現時点でキーフレームを打つって技も覚えてあげてください。さあ、じゃあ位置やるね。位置2つ選択します。選択するときね、キーフレームね、こうやってね、こうやって選択するケースもあれば、ここのね、位置だけだったら、この位置のところの文字を押していただくと自動的に選択されるんで、こっちの方が簡単でいいっすよ。いいっすよ。はい、じゃあですね、ここで2つキーフレームを選択すると、ウィグラーパネットがやっと機能しました。今までね、機能しないとこんな感じなんですよ。押せないんですよ。押せない。しかしながら、位置の2つのキーフレームね、2つね、でやると、こういう風に出てきます。さあ、まず適用先、空間パス、空間パスと、時間グラフっていうのなんですが、空間パスっていうのは、こう移動したいとかね、そういうように使います。逆に言うと、こちらの方の時間グラフっていうのは透明になったりだとか、こういったことに使います。ただこれはね、もうほとんど自動的に、適用される最適なものになってますんで、あまり気にする必要はありません。で、ノイズの種類、スムーズとギザギザは、キーフレームのね、頂点がカクつくのか、スムーズになるのかという形です。これね、ウィグラーがね、細かく動くとほとんどわかんないような状態なんで、まあ、ここはね、ちょっと、後でいろいろと試していただきたいなというふうに思います。ちょっとギザギザにしましょうか。そして、全次元。はい。これね、X と Y 全次元ってあるんですけども、いろいろとね、4つほどあります。すごい極端な話言っちゃうと、X 軸だけ書けますよ。Y 軸だけ書けますよ。これね、斜めです。結果的にね。
あと全次元は X と Y がランダムに移動するといった形です。まあ、まずは物は試しなんでね、ここでやってみましょう。そして周波数。これは1秒間に何回キーフレームを打つかというランダムのキーフレームを打っていくかというものになります。この周波数が細かければ細かいほど、細かいこうギザギザしたような小刻みに揺れるようなそんなような用途になります。強さ、これは範囲です。範囲というのは強さ、つまり移動する場合だったら移動する長さですね、距離。大きさだったらスケールみたいな形になります。じゃあちょっと、これね、わかりやすく、最初は5でいきましょう。そして強さは、じゃあ50ぐらいにしましょうか。50の5で、はい、適用します。はい、ちょっとプレビューしますね。そうするとこんな風に揺れます。はい。これね、ランダムにキーフレームを位置に対して組み合わせてるからこう動くんですね。もちろんですね、ここ、モーションブラーかけてあげると、モーションブラーが適用されるような形で動くわけです。はい。で、今ここの5っていうのを見ていただきたいんですが、この5って何かっていうと、1秒間に5個ということですね。ちょっとここ見てください。いいですか。1、2、3、4、5個ありますね。で、次、1秒入ったらここ1秒だから、1、2、3、4、5個。そして、1、2、3、4、5個っていう形で、これが周波数を数を出しています。なんで、例えばですね、ちょっと一回取り消ししまして、こんな感じで、それが30だったらどうなるか。見てくださいね。30にします。はい、押します。はい、そうすると、すごいですね。なんか、ブチ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 って出たんですけども、これでちょっとプレビューしますと、こんな感じで、こんな感じで出てきます。これは1秒間に30個。ここにキーフレームが打たれてるから、こういう小刻みな動きになるわけなんですね。じゃあ、これが、すごい極端な話ですよ。これが1秒間に1個にしましょう。どうなるか。はい。やんわり動きますね。やんわり。はい。こんなような感じでですね、ウィグルかけることができるんですが、これね、元に戻すときね、めんどくさいんですけども、これですね、編集から取り消しやるのが一番早いと思います。取り消し以外では、キーフレームを要は、また、なくしちゃって2つ選択する技っていうのもあるんですけど、めんどくさいですよね。まあ一発で行くにはこっちの方がいいかなっていう感じです。じゃあね、この周波数を今度は15にして強さ。これをね、じゃあもうちょっとその500ぐらいにしましょうか。さあ、これで適用します。はい。これもなんか強烈そうですね。見てみましょう。おー。すごいですね。もう、縦横無尽に回っている。すごい。こんな感じで適用されます。まあこの強さがあればモーションブラーも適用がすごいのでこんな感じでなんかこれ夢に出てきそうだななんか女の人がこう強烈な映像ですね。はい、こんな感じでですねウィグラーでかかったりします。でさっき言ったようにこのウィグラーの種類は今全次元なんですけども、例えばここで、はい、X だけやるとしたらどうなるかっていうと X で、ね、横移動になるんで横の向きでこういう風に制限したりすることっていうのが可能となっています。ですね。これらウィグラーを今度は1スケール回転不透明度全部にかけていきたいと思います。じゃあまず1ね。1で、ここも全次元にして、そうだな、30の、そうですね。300くらいにしようかな。はい。はい、押します。そしてこれも次、スケール押します。回転押します。不透明度押します。さあ、もうほとんどの方はですね、どういう結果になるか分かっていると思うんですけども、治療してみたいと思います。すごいことになってますね、これね。もう、分からない原型が何だか。これちょっとモーションブラーかけてみようか。モーションもかけつつ、やると、ちょっと重い。重い。はい。おぉ、おぉ、ミラクルダンスみたいな。すごいですね。これね、ちょっとウィグラーとかかけると、まあ、動きの速いものね、演算処理がかかるんで、モーションブラーかけるとね、やっぱ遅くなっちゃうんですよね。ちょっとここがね、もう少しやっぱり、処理速度の速いパソコンがあると、サクッていくんですけど、私の Mac ね、2009年のもんなんで、もう8年ですよ、8年。8年使ってるんですよね、これね。電源がね、壊れちゃってね、もう、電源落とせないんですよ。落とすとね、立ち上がんなくなっちゃうんで、ずっと動いたまま、2年間。はい、じゃあこんな感じで、おー。まあ、こ
こうなるともうあれですね、なんか芸術に近い域に行ってんじゃないかなという感じがしますけども、はい、こういうような感じでですね、ウィグラーは、まあ、各トランスフォームの値に適用することができるわけです。